さん、こんにちは。ひろきです。新曲ですが、今度はビブラフォンとグロッケンシュピールを入れていきたいと思います。はい、そうですね。グロッケンシュピールは、じゃなくて、ビブラフォンは、C2 は出せるんで、C2 から行ってみたいと思います。とりあえず、トゥク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 、もう一回いける。はい、の後はグロッケンシュピールに任せましょうか。はい。グロッケンシュピール。トゥトゥ、トゥトゥ、トゥトゥ、ソシが G と、ここが共有できますね。はい。そうですね。あれ？合ってるかな？うん。ってますね。4、5。はい。で、これ6ですよね。7まで出るんですよね。だから、はい、ここで7に入りましょう。そうですね、7まで出せますね。逆にここまでしか出せないですかね。いや、そんなことないか。まだまだ出せるな。そうですね、こんな感じですね。はい。で、ビブラフォンがここまでしかできないんで、4の頭から B、G と下がる。はい。4の頭から B、
G と下がる。で、E。はい。これを。はい、こんな感じですね。はい、鳴らしてみましょうか。こんな感じですね。はい、いいんじゃないですか。はい、いいんじゃないですか。はい、はい、ダブりもあって面白いと思いますけど、はい、そうですね。で、4小節で終わるということで、はい、いいんじゃないでしょうか。ですね。じゃあこれを全コピーですね。はい、こうですね。はい、でこれはここからでいいの？はい、ここからでいいの？そうですね。はい。そのようですね。全コピー。こちらの全コピー。はい。で、ここにポン。はい。これで8小節できました。はい。やってみましょう。はい、こんな感じで8小節できました。はーい、いいですね。いいですね。はーい。え、別のコードが欲しい？じゃあ16小節構成にします？はい、いいっすよ、全然。はい、ならねえ、やりましょうか。はい、やりましょうか。はい、はい、やりますよ。じゃあ8の頭から、9の頭から、はい、はい、 C から。あ、これはこれこうですね。九十二、あ、いや。ここまでですね。ここまでですね。
ここからはこの人の登場ですね。はい。はい。グロッケンシュピールは G から出せます。G 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 から出せます。ということは A から出せます。A4 から出せます。はい。A4 から出せます。グロッケンシュピールだよ。OKOKOK。A4 から出せますよ。A4 の1234、4つ目が A4 でいいんですよね。はい。はい。こっちは？4つ目。4つ目がこれ。なあ、ここまで上がっちゃいけないのか。ここまで上がっちゃいけなくて、今度はこっちからか。こっちから下がるんだ。ここまでは出る。だから A、次 A から。はい。はい、次 A から。これここじゃない。はい。作りましたけど、聞いてますか？ああ、その前に。5から、あ、違う、9からか。9から、これを13以降にコピー。はい。で、これも、これはちょっと注意しなきゃいけないな。こっち。はいはいはい。はい。はい。だから、10の4つ目。だから、13の4つ目。はい。13の4つ目。ここか。ここか。はい。こんな感じ？こっちも。こっちもこんな感じ？
でしょうね、でしょうね。はい、そりゃそうでしょうね。はい、じゃあ行きます。一小節ずれてる。こっちがずれてるのか。こっちがずれてる。はい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 。これを選択して、はい。これが、はい。ここになるようにすると、はい。もう一回聞いてみましょう。はい。いいんじゃないでしょうか。はい、これで16小節の塊ということになりましたので、この太鼓ドラム、これ全選択して、いやいや、そっちじゃねえよ、こっちだよ、こっちで、よいしょ、全選択してコピー、はい、できました。はい、これで16小節の作りとなりました。はい、はい、では今回は鍵盤楽器を入れましたということになります。はい、では、今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。